みなさんこんにちは、ゆうりとあーちゃんです。今日は竹島水族館に来ています。ここが僕のアナザースカイ。国道1号線を豊橋方面に走っています。さあ、ここからの景色をご覧ください。どうぞ。眼下に広がるのは太平洋。ここは最高のビューポイントです。蒲郡にやってきました。ラグーナテンボスでお昼ご飯にします。観覧車が見えるといくつになってもワクワクしちゃいますよね。ご飯、ご飯を食べます。こちらはお寿司や丼など好きな魚介を買って食べることができるめっちゃ最高スポットです。光り輝いてる、美味しそう。とにかくお店がたくさんあって決められず、私は多分5周くらいしました。イケスもたくさんあって軽く水族館気分。大アサリの値段を見て世の中の物価高騰をひしひしと感じたのでした。サメだ、剥製だね。マンボウの剥製もある。ほら、巨大ね、大きいね。大好物のイカ姿焼きも買いました。さあ、ご飯にしますよ。すごいね、好きなものしか乗ってないじゃん。あーちゃん、おいしい、おいしい、うまい、おいしい。パパはさ、もうさ、おつまみプレートどうやって食べるの。エビフライ。うまい。まだ大アサリもあるかちゃん。うん。最高だね。大アサリは最高。大きい。このイカも美味しいよね。うん、じゃあマヨネーズつけていただきますよ。うん。うん。これがメヒカリ、うん、そう、深海魚だよ。メヒカリは深海魚で、ふっくらとした白身が美味しいお魚です。揚げてあれば骨まで丸ごと食べられます。柔らかくて美味しい。ラグーナテンボスから車で約10分、竹島水族館にやってきました。飼育員の足が臭いって書いてある。どういうこと。館長がまあまあ若い、副館長もまあまあ若い。こう水族館の館長イメージはこんな感じだけど、こんなイメージらしいよ、マジで。観覧料はこんな感じです。なんか何これ、大王タイトルマッチ、変な生き物、人気投票王座決定戦でなんか優勝したらしい。よくわかんないけどすごい。この子反対。この子はかわいそう。頑張ってるから。よかった。ノーザンバラムンディだって難しい名前だよ。ノーザンバラムンディ。可愛いでございます。箇所は3時かな、自分たちが見れるのは。今あ、ユーリンたちがよく釣るやつだ。それパパ、パパも言った。言った。よくお世話になってます。キスユーリンがこの間20センチの釣ったキスね。ちっちゃ。こんなのちっちゃい。見て、なんかアパートみたいになってるよ。全室オーシャンビューだって。なんか面白い顔してない？誰？こいつも変な顔だよ。ハモ、ビミ。
マアナゴ、ビミ。やっぱ美味しいか美味しくないかは結構重要だよね。分かってるね。え、すごい綺麗な絵。ね、この絵めっちゃ綺麗じゃない？綺麗。何この綺麗な絵。すごい綺麗だよ。何これ。写真撮影専念。この人が描いてるのかな。すごい綺麗。見てこれ。めちゃめちゃ綺麗。こんな絵描く人いる。ねえ、すごいね、この絵。見てみて。かわいそうに尻尾がないじゃないか。水族館の人たちはどうにかしなくていいのかな。ほら、やるなもう。反撃した、反撃した。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、行きます。行きますよ。え、ってなんか訴えてるよね。どうした、どうした、どうした。え、マジでなんか喋ってる。なんか喋ってた、あーちゃんに。すごい、すごいおでこだぞ。すごい。ユリ、こっちから見るとまたすごいよ。ドラゴンボール Z に出てきそうじゃん、こういう人。何、貴様、フリーザの差し金か。深海のお魚さんたち、フライ。うわ、あの時はお世話になりました。味噌いっぱい。あー、おいしい。何の味に。ありがとうございます。ユリアーちゃんはあなたたちのおかげで美味しいものも食べれました。さっきの人はこれか。はんはん。この人たちはたくさんのものを食べたってことがいい。ソクムシ、オオグソクムシって食べれんの。はあはあ、醤油焼き。何が一番美味しかったのかな。おお、あれじゃん、シャコと同じじゃん。シャコ、全国の動物園水族館から変な生き物を募集して総選挙するイベント、竹島水族館からこの方が見事1位になったと。満田飼育員は変態なのか。なるほどね。まず食べてみると、それが彼の仕事なんだ。うん、そりゃ変態だな。はい、ショーを頑張ってくれるのはアシカの仲間、渡りのラミちゃんです。では、皆さんどうぞよろしくお願いします。スーパースを持ち出しますね。この日は平日とはいえ夏休みで大変混雑しており、蒸し返す暑さで集中して見るのは困難だったため、私は早々に館内へ退散してしまいました。ウソクムシいるじゃん。オオグソクムシ、ユリこれ触れるよ。冷た、やば。かわいい、かわいい。ちょっとゴツ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 してる。あれと同じだ。ほんとシャコにそっくりだね。硬い、これ硬い。うん、裏やばい、裏やばいね。可愛くないでもちょっと。可愛い。お口パクパクしてる。かわいそうだ。ありがとね。ありがとね。コロリーンってしてる。死んだふりかな。ユリユリ、そのさ、下にいるでっかいサメも触っていいって書いてある。やだ、すごい。あ、口が怖い。うわ、どうやって触るの？背中は挑戦してもいいだって。お腹もいい。お顔はやめよって。どうどうどう。ザラザラしてる。ザラザラ。サメ肌っていうだけのことがある。うわ。
美味しそう。足を触ったり切断して食べたら。そうだね。世界ふれあい街歩きもどき、アシカショーの後のアシカプールに戻ってみました。やっぱりもうお客さんはいないみたい。あれ、あれはさっきのアシカちゃんと変態飼育員のサンちゃんですね。一体何をしてるんだろう。ご飯かな。わかった、ショーの練習してるんだ。かわいい。こんにちは。何を食べてるんですか。今はね、シシャモあげてます。へえ、シシャモなんだ。私も大好き。あ、すごい。上手上手。いつもこうやって練習してるんだ。こうした努力でみんなを笑顔にさせてくれてるんだね。頑張ってね。の目の前で、お、頑張れ。わあ、食べた食べた。かわいい、なんかかわいい。すごい大きいカメちゃんいるじゃん、こんなとこに。これも渡したかった。カメちゃん、そうなの。どれ、やってごらん。頑張れ頑張れ。本当だ、お鼻から水が出るんだね。何歳なの、あなたは。151だ。まだまだ若いぜ、ね、本当にお指噛みつかれないように気をつけてよ、ちゃん。疲れないように気をつけてよ。タッチしちゃったね。ウィー。はーい、はい、楽しかったね。安い？ここは安いよ。やばい、こんちゃいいでしょ、こんな楽しいのに。向こう、あっちに行くとね、海の方に。ここ本当は全部お店があったんだね、きっとね。ね、全部シャッターですよ、もう。そうか。ああ。おもちゃとか売ってたのかな。あ、本当。覚えてないわ、何どこが空いてたか。桟橋、あれを渡って、あれが竹島なのかな。スーパーサイヤ人の髪の毛を再現した木がこちら。天才か、ユリン。いや、天才か、アホか、どちらか。この橋は長さ387メートル。竹島は対岸から約400メートルしか離れていないのにもかかわらず、本土とは異なる独自の植物体系を持つということで、その特異性から島全体が国の天然記念物に指定されています。ここが僕のアナザースカイですって言ってみて。アナザースカイ、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 アナザースカイ。このここが僕の、はい、はい、どうぞ。ここが僕のアナザースカイです。八乙女神社かな。はい、ここからでは神様のお家に入ります。竹島弁財天遊歩道。夏季限定バーベキュー禁止区書いてあります。本当だ、ね、海の中の灯籠。夜さ、ここであれに火が灯るのを見たいよ。見たくない。かっこいい、うん、さあ、一体一周どのくらいあるのかな。危険だね、うん、同じじゃん、ね、いやつやだね。おかげちゃんがこれガチャガチャでしか見えない。メモ紙を食べてます。
初めて見た。ラッキーだね。ラッキーだね。じゃあこれを捕まえて飼育したいと思います。浜松にはいます。わからん。ほらほら、おお濡れた。かわいそうな。めっちゃ濡れた今。うまい。目に入るとこだったまで。ギリ入った。ギリ入った。ギリ入ってちょっとしみるぐらいの感じです今。最悪。あっちでもやってるわ。はい。行くぞユーレン。なんかすごいでっかい流木が流れ着いてる。歯が悪いんで。おお、すごい。おお、怖い。すごいね。ありがとう。ユーリンが手を、ママの手を繋いでくれています。優しいユーリン。無理じゃね？これは無理じゃね？一瞬無理だ。これ、子供さん。いや、無理じゃない。パパだけしか行けんな。行って帰ってこれるか。じゃあ。あーちゃんとパパはなんとかあっちで行くみたいだけど、ちょっとママはスマホも持ってるし危ないの嫌なので、こっちの、ほらだって遊歩道こっちって書いてあるんだもん。ほら見てみ、ほら遊歩道こっちなんだよ。あ、こっちね、こっちから行くのが正しい道なんだよ。だから山道を行きます、ね、パパたちはあっち。パパとあーちゃん道なき道を行ったけど大丈夫なのかな。あの先はちゃんと行けるのかな。こっちに。やばい。あ、前もめっちゃめっちゃ喉乾いてきた。暑い。もうすごいムシムシ、めっちゃ暑い。というか神社に来た、神社に。だからこっちがやっぱちゃんとしたルートで。めちゃめちゃ疲れた。チャンネル登録と高評価よろしくね。次の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。